なんかこうコツがつかみきれてねえんだよな。ってわけでもう一度話させてくれよ。タグ仕方ねえな。おっハッツァン、悪いけどもう一度コツを教えてくれ。またかよ。つうか前に教えた以上のコツなんてねえぞ。え、そうなの？ B と拳を交えるやり方がコントロール成功の近道だ。繊細なコツなんて教えてもお前には無理だろ。努力と根気で身につけろ。おお、ハッツァンては俺のこと分かってんな。しかしお前も慣れ慣れしいというかおかしなやつだな、ナルト。こうして面合わせて話すようになったのはちょっと前からだってのに物おじしねえし。え？なんでハッツァンに物おじしなきゃいけねえんだよ。なんでって、ナルトの度胸は超度級。誰でも仲良し、なんかよし。旦那、お前とそっくりだ。Oh, yeah. まあいい、さっきの話に戻すが、コツはもう言い切った。アドバイスはもうできねえぞ。おっちゃんもハッツァンも言うんならそうなんだろうけど、でも言い訳して言い訳ない。今はとにかく拳を交える必要、手加減なしの手合わせ、これ必要。オッケー、すぐに始めるぜ。レッツスーパーバトル、イエー。おっと、返事がないぜ。変だな、ナルト。あん？
戦闘開始。やってこいよ、バカ野郎、この野郎。ほら、ほら、よっか、こっちゃよ。なんと、なんと、集中しやがれ。しっかり取っちゃないと大怪我。うっさい。分かってるかな。キュービチャクラを完全にコントロール。それは無敵で素敵。何やってんだよ、この感覚。何してるよ。勝負あり。くそ、
外で何かやってんのか。なかなかの攻撃。でもコントロールはできてない。ハートに全く来てない。つか、どうした？さっきから。なん、うん、実はさ、さっきからいろんなとこでチャクラがぶつかり合ってる感じがしてさ、それがどうにも気になって。そりゃ気のせいだな。ここはチャクラを中からも外からも遮断。中のお前がチャクラを感じる。それ悪い冗談。ナルトのやつ感づき始めてるな。しかしこの部屋でなおチャクラを感じ取る感知力だ。このまま嘘は突き通せんぞ。どうするB。何が何がって、お前ちゃんと作戦聞いてなかったのか。外影から極秘裏に命令受けてただろ。ナルトを監視して外に出すなってよ。ああ、そういえばそんなこと言われたか。仕方ねえ。集中できないナルトに朗報。場所を変えるぜ、こっちに。イヤッホー。この先ならさらに集中。コントロールはすぐさま集中。うん、押す。考えたな。確かにこの中ならさらにチャクラを遮断できる。さっさと続きを始めるぞ、チャゲランチョウ。ちょっとだけならいいよな。やっぱ外のチャクラが気になるし、専任モード使って調べてみるってばよ。止まれ、ナルト。イルカ先生、なんでイルカ先生までこんな島に。この島での追加任務が出た。俺はその応援に来ただけだ。追加任務？今ちょうど未確認生物が出て、そいつを確認しなきゃならない。なぜなら俺ってば、いくつものチャクラがぶつかってるのを感じた。それと関係あんのか。そうだ、
そいつのせいで外ではちょっと騒動になってる。とはいえまだ完全に実態がつかめたわけじゃない。調べが終わるまでもう少し時間がかかる。じゃあ俺も。今回の調査はいろいろと神経を使う。それに繊細な部分もある。お前には不向きだ。だから結果が出るまでお前にはこの奥で待機しててほしいんだ。結果が出たら連絡を入れてやるから。なんだイルカ先生の態度、なんかもしかして。どうしたんだ。そんな生物がいるんなら俺が抑える。自分で確かめさせてくれってばよ。ナルト。千人モードで感知したか。なんでこんなことになってんだってばよ。もう隠し通すことは無理だな。イルカ先生。戦争だ。マダラが仕掛けてきた。どういうことだ。仲間が戦って苦しんでんのに、なんで俺に黙って隠す必要があんだ。この戦争はお前を守るための戦争だからだ。俺を。マダラは全勢力での戦いを仕掛けてきた。九尾と八尾を奪取するためにな。九尾と八尾を取られてしまえば世界は終わりだ。お前を守ることがこれからの未来につながる。そのためにみんな命がけで戦っている。ナルト、お前は己と戦え。ここは我慢の時だ。死に意味を見出そうとするが、あるのは痛みとどこにぶつけていいかわからない憎しみだけ。ゴミのような死と永遠に続く憎しみと言えない痛み、それが戦争だ、ナルト。これからお前が立ち向かうことになってくるものだ。俺の役目はここまでのようだ。ナルト、お前だったら本当に。さ、戻ろう。この戦争は全部俺一人で蹴りつける。憎しみも痛みも全部俺がまとめて引き受ける。俺の役目だ。ナルト、話を聞いてなかったのか。お前の中にはキュービがいるんだぞ。大人になれ。少しは俺の言うことを。イルカ先生はイルカ先生は俺を一番最初に認めてくれた。俺にとって大切な先生だ。そんな人がキュービのことばっか気にして俺のことは信じてくれねえのかよ。ナルト、俺は。ナルト、行っちまったか。バカ野郎、この野郎。あなたはキラー B さんですね。オーイオー。あなたにお願いがあります。ナルトを守ってやってください。俺にとっちゃあいつは弟のようなやつなんです。でも俺には守れるだけの力がありません。厚かましいお願いだとは分かってますけど、俺にできるのはこれくらいで。だからお願いします。どうかナルト。ノー、やり方が違う。タンガン、拳を俺に向けろ。タンタン。え、こうですか。了解だ、バカ野郎、この野郎。ありがとうございます。ん、そうか、あんただったのか。いいのかよ、そんな約束しちまって。お前はナルトの見張り役だぞ。本来この男が止められなかったんなら誰が止めても無理。なぜならナルトの心の中に常にあんたが見えた。
あいつの心理。ナルトの中に俺が。ナルトに何をしたか知らねえが、どうやらあんたはナルトにとっちゃ特別でも俺のラップは軽蔑。ナルトはあんたからもらったもん全部自分の中にきちんと取ってある。今日まで。あんたの言葉がナルトを守ってきた強力。ナルトのことは任せておけ。お願いします。第8章、二つの太陽。なんだと？それは本当か？はい、八尾のビー殿、そして九尾の渦巻ナルト、両名が島亀を抜け出したとのことです。スナディ、お前が島にあった説得役はどうした？
失敗したってことだろ。タックイルカのやつ、どうします？いる以上、人中力はわしが直接出て止めるしかない。ツラデ、お前も来い。それはいいが、本部での判断はどうする？木の葉の刺客。了解しました。こちらはお任せください。行くぞ。ナルトのやつ。